三脚なのかっていう感じで、足がついてる。これも動画がまあ、はい、まあ足でパンは足でやる感じで、さらにこのチルトができると。で面白いのは、これ2メートルまで伸びるんですよ。ああ、これすごい高い。高いので、はい、そのまあ脚立使ったこともできますし、あとはこういうビジクレーンみたいなこういう。こういうような引きよってこういうね、いろんな絵がこの一本で、あ、なるほど、踏みながら、はい、スレンのように、はいはい、これちょっと持ち運びクレーンっていう発想はなかったな。型番なんですか？ 561DHDV。 え、それは雲台の名前じゃなくて？全部です。雲台も含む、はい、含めです、はい、あ、そうなんだ。まあ、踏んだ701っていうものを使ってるんですけど、うん、これもセットにして、まあ、4万2000円で。あ、これ701なの？いや、もう、まあ、ほぼ同等品ですね。パンロックがないんでね、あれなんですけど。へぇー。これあれですね、自在なんですね、これはね、はい、それでこれ持ちながら、例えば水平、カメラ水平で前倒すとか、あとはこれを逆に固定して下に寄る。あ、面白いね、これ。ね、これもあり、これもあり。いいよね。なるほどね。7000、8000円ですので。で、これっていうのは面白いよね。三脚よりも向くわけじゃん。うん、三脚よりこれ、使い手的に面白い。うん、ね。だってこの雲台ついてこの値段でしょ。そうなんだよね、雲台まで入ってんだよね、これね。701ってそれだけで2万ぐらいしましたね。そうです、はい。まあ、最近値下げしたんですけど。そうなんです。そういう意味もそれももうその通りもあるとおっしゃって。すごい。